未来に焦点を合わせよう。美しい湖のそばに住む少女、ユーナ彼女は村の歴史と共に成長し、湖の静寂な魅力に惹かれていました。ある日、村の長老が彼女に語りかけました。過去を振り返りつつも、未来に焦点を合わせよう。この言葉がユーナの心に深く響き、彼女は過去の出来事から学びながらも、未来への新たな冒険に目を向けることを決意しました。 最初は古畔の小道を歩き、村の歴史に触れる中で彼女は過去の知恵と経験を受け継ぐことの大切さを理解しました。ユーナの冒険は古畔の美しい風景と共に進み、新しい友情や学びが待っていました。彼女は村の人々と共に昔話を分かち合い、過去の栄光と失敗を称賛しました。同時に、未来への焦点を合わせ、新しい目標に向かって進むことの重要性も感じました。 湖の静寂が彼女に語りかけ、ユーナは過去の教訓を胸に抱きながら未来への道を切り開いていきました。彼女の物語は、過去と未来が交わる美しいバランスを見つけ、成長と希望に満ちたものでした。